皆さんこんばんは。今回は元仮面ライダー俳優として活躍し、笑顔が可愛い20代イケメン俳優ランキングで1位に輝くなど、今イケメン俳優として話題の赤楚英二さんについてお話しします。若手俳優の登竜門といわれる仮面ライダー出身の赤楚さんはドラマの主演を務めるなど、俳優として活躍されています。 そんな赤楚さんの家族についての情報を詳しくまとめてご紹介いたします。まずは軽くプロフィールをご紹介します。生年月日1994年3月1日26歳。出身地愛知県。身長 178cm。血液型 B 型。職業俳優モデル。 赤楚さんは10代の頃からモデルやタレントとして活動していて2010年に名古屋の男性ユニットボーイズメンに加入し舞台やテレビ番組に出演するようになりましたそして23歳の時に仮面ライダービルドの万丈竜が役で出演したことにより子供から大人まで人気を集める俳優になりました そんな赤楚さんが俳優になるきっかけとなったのは、両親が喜んでくれたからだそうで、役者の道に進んだのは、高校生でモデルの仕事をしたときに、両親が喜んでくれたので、じゃあ芸能関係の仕事に進もうかと、と思ったからなんだそうです。そんな赤楚さんは名古屋学院大学に通っていて、 父親は名古屋学院大学の学長と言われていて2020年4月に名古屋学院大学の学長に就任しました1989年から名古屋学院大学で専任講師をしていてその後教授になり学部長を経て学長に就任しましたかなり前から名古屋学院大学に勤めているので 赤楚さんが名古屋学院大学に入学したときにも、父親は勤務していたのではないでしょうかまた父親は、吉川晃司さんのファンなんだそうで、幼少期から一緒にライブの DVD を見ていたそうです。そして赤楚さんは吉川さんが主演を務める、探偵百合り凛太郎で共演していて、吉川さんと共演すると分かった父親は、 撮影現場の場所を教えてくれと言っていたそうです。大学の学長というと硬いイメージがありますが、可愛らしい一面があるようですね。そして赤楚さんには4歳年下の弟がいて、小さい頃の写真を見てみると、可愛いらしい顔をしているので大きくなった現在は、赤楚さんに似たイケメンになっていそうです。今後デビューすることがあれば、 兄弟での共演も期待してしてままいますねさらに赤楚さんは3歳から中学生までピアノを習っていたそうでピアノの先生をしている母親から習っていたのかもしれないですねそんな赤楚さんを調べていくと少し変わった熱愛の噂があったので恋人がいるのか気になり調べてみました一人目は2017年頃に交際が噂された高田果穂さんで 出会ったのは2015年の表参道高校合唱部で初共演を果たしています。高田さんは女優だけでなくタレントとしても活躍されているようで赤素さんと熱愛が噂されたのは再共演が理由のようでした。2017年に仮面ライダービルドで再共演を果たし舞台挨拶の際に高田さんが赤素さんを触るなど 親しい様子が話題となりました。二度共演しているため仲が良いようなので、熱愛疑惑へと発展したようです。しかし熱愛疑惑は噂だけで実際に、付き合っているとの情報はありませんでした。熱愛を裏付けるような目撃情報や、スクープされたわけではないため噂だけのようです。二人目は、うちの娘は彼氏ができないと。 映画「思い思われ振りふられ」で共演した浜辺美波さんですが赤楚さんとのツーショット写真を公開していてプライベートでも付き合っているのではないかと噂になりましたしかし実際に仲はいいみたいですが交際しているわけではありませんでしたツーショット写真はドラマの宣伝用で実際は交際しているわけではないようです 3人目は2021年に噂が広まった小芝風花さんで赤素さんと小芝さんはドラマ2021年に放送された彼女が綺麗だったで共演していますドラマの撮影中に小芝さんは赤素さんとリンクコーデをしている仲むマまじいーショットを公開していてその写真が熱愛の噂の原因となったようです しかし撮影中も楽しそうで仲は良いようですが、交際しているわけではないようです。4人目は2021年に噂された堀美代奈さんで、堀さんは元乃木坂46のメンバーで、現在は女優として活躍しています。2021年に世にも奇妙な物語21秋の特別編で、 共演されていて堀さんは赤楚さんについての印象を、気さくで面白い方と語っていました。この発言が赤楚さんに好印象を抱いているとして、熱愛の噂が広まったみたいですね。しかし付き合っているというわけではないようで、熱愛疑惑はあくまでも噂だけのようです。そして最後に2020年に噂になった町田啓太さん。 男性同士ということで驚かれた方が多いようです2人は2020年のドラマ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいで共演していて男性同士のラブストーリーを書いた物語で町田さん演じるイケメンサラリーマンから恋心を抱かれる相手役を赤楚さんが演じましたイケメンの2人が演じたことでドラマは盛り上がり ファンの方からは、可愛すぎるとの声が続出しました。ドラマだけでなく本当に交際を望む声もありました。しかし実際に交際している事実はありません。さすがに2人の交際はドラマの中だけですが、本当に付き合ってほしいと、願っている方もいたみたいですね。そんな意見が噂になった理由のようで。 熱愛疑惑というよりもファンの願望のようですね。結果、赤楚さんに現在恋人はいませんでした。赤楚さんは国宝級イケメン2022年上半期で、トップ5に入るほどのイケメンなので、共演したり写真を撮ったりすると、すぐに噂になってしまうようですね。これからも赤楚さんの活躍に注目です。 最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。また、お会いしましょう。